どうもー。どうもー。はい。今日もこの YouTube チャンネルにアクセスいただきありがとうございます。本日のセブンイレブン弁当はこれにしてみました。これにしてみました。これね、電子レンジでね、調理できるんですよ。買った買ったそのまま。買ったそのままね、電子レンジでチンですよ。 これね、あのー、ここのセブンイレブンの女の子が、勧めてくれたので、おお、これいいなと思って、今日はね、ちょっと、これにしてみました。博多った豚骨ラーメンですよ。博多った。はった豚骨ラーメンですわ。はい。これをね、食らってみようかなと。それとね、ラーメンだけじゃ、ちょっと、ね、腹もてがしなかったらいけないので、これも、これもね、 やっちゃいましたよ。おむすび2個入りと、こんな感じでね。おむすびはね、冷たいままでいただきます。これはね、温めて。電子レンジでね、1分半ぐらいだったかなでもね、これね、5分20分って書いてあるんですよね。でもね、セブンイレブンのその電子レンジだったら1分半ぐらいって言いましたね。 多分ね、あのー、ワット数が強いんじゃないかな。あ、1500って書いてあるな。1500だと1分50秒ですね。500ワットだと5分20秒。700ワットっていうのもありますけどね。700ワットだったらどうなんだろう。それでも、3分、3分ぐらいなのかな。はい。ちょっとね、冷めなのうちにこれ食べてみようかなと思います。 はい、あ黙り込みましたが食べるレビュー動画をどうしようかなと思ってね今ね今ね頭の中で考えておりましたがまあレビュー動画はまた今度ということでちょっととりあえずはとりあえずは食べてみようかなと思っております。 食べた感じはね、あの説明欄でも載せようかな。はい。といったとこでーす。では、えー、あ、スープがどんどんなくなっていくので、伸びちゃいかんので、今から食いまーす。では、本日も安心運転でいきましょう。いってらっしゃーい。